で今日はねちょっとこのままお出かけしたいと思うんだけど、うん、その前にじゃーん、え、なにこれ、せーの、オープン、うぅー、ジンコが酔っ払いだな。グリシンドール、クルシンドール、今日グリーンだから全然やだ。プレゼントをちょっとね、見たいと思います。いいじゃん、いいじゃん、これはこれでありだね。運勢動くんでしょこれ。お手紙たくさんありがとうございます。これから時々動画の最後でご紹介したいと思いますので、ぜひ最後まで見てください。ということでお出かけしました。今日はね、ちょっとみなとみらいプラプラしたいと思います。ゆうくんも髪を切ってさっぱりしました。さっぱりしたな。頭ちっちゃくなったね。ねえ、ふぐに乗ってきたんだな。お、やったね。お父さんもさっぱり、お父さんもさっぱりしたからねえ、たりして。サッカーやわ、今日は。あ、爪つけました。あ、爪つけた。ネイルね、ネイルチップ。はい、あとメイクもちょっと久々にしてますね。はい。レイカは？あ、これはシーンの洋服。あ、これサーヤもシーンだよね。あ、そうそう。ね、あれ？お父さんもシーンだしさ。お母さんもシーンだよ。だ、ね、見てほら、お母さんサンプル品だから、サンプル品。それは今、重いです。まだ軽いかな。まだ8歳。軽いの。まだ一応大丈夫。もう10歳になったら無理だな。あと2ヶ月。2ヶ月？そんなことないでしょ。今は8歳でしょ。あと2年でしょ。はい、2年。まあ2ヶ月でも。嫌だ。どうしたの、しの赤ちゃん。あと2ヶ月だけよ。あ、そうなの。違う、2年。2年。ゆうきがおんぶしたいくなっちゃった。ゆうきもおんぶしてもらいたいよな、俺な。今、ゆうきはさあや姉ちゃんにおんぶをしてもらいたいのが。れいちゃん、れいかはおんぶをしたいということで逃げ回って捕まえております。俺はさや姉ちゃんにしかおんぶしてもらいたくないんだい。やったーどーん。電車すごいね。ガタンゴトンしてる貨物列車、石油。あ、もうすっかりクリスマスだね、飾りがね。あ、爪はこんな感じ。あ、綺麗じゃん、いいね。ドマークタワー来ました。今警備中らしいから捕まるんじゃないの、みんな。ほら、巡回警備中だって。みんな捕まっちゃうんじゃない。酔っ払いだな。酔っ払い、はい、あそこで昼寝してる人がいる。酔いつぶれてるのかな。酔いつぶれてるのか。背景すごくさ、いいんだけど。手前に、あ、こっちにもいたわ。あっちにもいたわ。真似しちゃうから悪影響ですよ。今休憩中にタブレットでね、ちょっと遊んでます。どう、かけ味とか反応とか。あ、いいよ。今ちょっとまだ下手なんだけど。ないちゃん。いや、誰でもない。シノ、今ベイカー。どう、シノ。ネズコの。ネズコ。ちょっと下手。そのさ、なんか触ってみて反応とかどんな感じ。スースーってかけるから、ね、スムーズ、かけやすい。あ、ほんと。シノ、うん、なんか画面が見やすい。シノのはさ、ケースがこれね、スタンドになってるんだよね。そう、こうやってカチカチっていけて、ちょっといいよ、ちょっと一回置いてみると、こんな感じで置けるから、で立ててね、できるんだよね。で、角度も3段階変えられるね。で、カメラもついてるしね。今ね、勇気が見たい。ツダダンダン。見たいな、ユダダンダン。これはサーヤと同じサイズだよね。そう、カバーをつけてね。で、カバーもね、こんな感じで後ろにとってもついてて、スタンドになってるし。お尻かわいいじゃん。でね、このストラップもね、いいよね、ついててね。うん、綺麗だね、すごい。今年はなのね。はーい、チーズ。あ、これね、ハリーポッターの店、去年もあったよね。はーい、チーズ。かわいいじゃん。すごい。ほら。ねえ、すごい。え、これもかわいい。ほんとだ。リドウィークじゃん。かわいい。
え、サーヤこういうの好きそう。そうだね、え、かわいいこれ。ねえ、ミスターポーターって書いてある。あ、本当だ、入ってるんだね。本当だ、こうやって飾ってもいいね。ほらほら、こういうの好きそう。あ、これね、そうだね。あ、こうやってね、切るんだね。あ、これが好き。これ芯の好きなやつ。メーカーはこういうのね。たくみビーンズのポーチ、カエルチョコ。あ、これ壁の絵の婦人だよね。たくみビーンズ。めっちゃかわいい。かわいいこれ。トムジェリーマーケットだって。え、かわいい。さやかの好きなやつだ。うん。ね。お、レゴじゃん。すごい、組み分け帽子。アップルパイでもいいよ。アップルパイ。グリシンドール、クルシンドールみたいな。今日グリーンだから。やだ。全部ショップ来ました。実写版だね。うん。嬉しい。これ木だよね。うん。木に印刷されてるの。え、はがきじゃん。これ送れんの？すごい。すごいね。かっこいい。え、これも？あ、これもだ。本当だ。すごいね。はがきなんだね。このノート面白いね。本当だ。もうこの辺は配給グッズ。うん、これもそう？これもそうじゃん。そうだね、これも配給グッズ。ね、なんかね、あ、そろそろ来年か、映画やるしね。あ、この辺が推しの子？うん。もうこれ可愛くない？へえー、キャンバスだね。結構いっぱいあるね。そう。漫画もある。あ、本当だ。お、最近みんなで見てるマッシュル。ね。ね、すごい。これセカンドシーズンもやるのかな？あ、やるみたいだね。さやジャンプショップで。頑張って買いました。はい、ちょっと後で開けてみようかな。うん、ビーズ感とチョコレートね。本かね、え、かわいいじゃん。はい、チーズ。え、めっちゃでか。こっちも綺麗だね。綺麗、おしゃれ。絵本すごいね。あ、ここか、トムジェリーマーケット。え、かわいい。え、かわいいじゃん。ほんとだ。あ、ね、本当だ。かわいいね。スカジャンがある。かわいい。チーズ。もうすぐ、ゆきのね、誕生日なので、はい、プレゼントをちょっとね、見たいと思います。おー、プレゼント。で、プレゼントの他に、ちょっとね、リュックを用意したんだけど、その中に、ちょっとさ、ゆきが食べそうなお菓子とか、冷たい、ね、ちょっと詰めて、それもちょっとサプライズでね、渡したいと思うので、はい、その辺をね、ちょっと見ていきたいと思います。はい、ゆきはね、今ちょうどね、寝てます。タイミングが最高です。タイミング良かった ね。今のうちに探したいと思います。このね、パウパトもね、今ね、興味あるよね。スカイもね、結構好きなんだよね。あ、で、これね、今度映画やるんだよ。スカイ主役でね。スカイ、いいじゃないの。いいじゃん、ね、あとはちょっとダダンダもね、気になってるから、この辺も見てみようか。今ね、モグリも好きだね。ほら、これじゃん。これだね。これいいかもね。これはこれでいいかもね。あ、これはダダンダ列車。これ違うって言うんじゃないの。見てこれ、クレーン車。絶対ユキ好きなやつじゃん。これはこれでありだね。動くんでしょ、これ。迷うね。こんなのちょっと推しだった。あ、本当だ、半額だ。ということで、ゆうきが眠ってる間にプレゼント買いました。ね、これはね、ちょっとまた今度違う動画でね、出すので、そちらもお楽しみにしてください。なんでしょうか。ね、じゃあちょっとね、今休憩中です。みんなはアイス頼んだろ？アイス、かわいいね、ここ。あ、かわいいね。アイスだよ。バニラと、抹茶。抹茶。ドラム違うよ、ほら。え、あ、本当だ。違う。違うんだね。確かに違う。本当だ。お父さんたちはコーヒーでーす。クッキー。今日割とあったかいよね。お父さんたちは、これはね、ココア&チョコレートチャンス。アイスコーヒー。柔らかめで美味しいんだよね。甘さもちょうどよくてね。コーヒーに合う。うん、美味しい。またなんか書き直してんの？あ、すごい。できない。耳の位置が最近分かんなくなってきちゃった。え、ここ今何見てるの？沖縄旅行。あ、沖縄ね、懐かしいね。行きたいね。また行きたいよね。お、ハリーポッターだね、こっちも。
これ街路樹がめっちゃ綺麗だよね。夜綺麗だろうね。これスタジオコノコのやつだ。あ、ウィッシュだ。ディズニーストアでね、じゃんけんして、じゃーん、このピンクアブルのレーンカードもらいました。あ、ユキもね、ユキももらいました。あ、綺麗。ほら、このクリスマスツリー、今ね、お父さんたちドラマ見てるの。今ドラマでね、このクリスマスツリーよく出てくるよ。そうなの。なんかイベントやってるね。ミニブームだって。なんかいろいろ写真スポットがあるね。ヤマト、こんな大きいんだな。麦わら売ってる。いいね。最初お兄ちゃんを踏みつけながらこれ押してたな。お兄ちゃんを踏み台にしてアンパンマンをボタンを押します。かわいいね。かわいいね。あ、ウルトラマンか。これ今なんだ。ウルトラマンブレイザーです。それ知ってる。なにこれ。これ綺麗だね。じゃあお菓子をね、ちょっと見に行きます。やっぱこの辺はいるかな。グミとラムネもいいんじゃない。ね、チョコも入れてあげるか。これもね、好きだよね。バイキンもあるじゃん。バイキンもある。それいいよ。ゆうきはポップコーンです。ぐるぐる回すなって。これお、回った回った。ポップコーン膨らんでるって。あ、できた。できた。出てきた。熱いね、本当に。バイバイ。冷めたら食べる。熱いね。おいしい？どうだ、おいしいか。お、食べる？お、気に入ったじゃん。ちょっと、ブラックスイカのね、牛肉クロールを食べちゃう。食べてみようか。自分のレイコ、何？どうやって食べるの？うまそうだね。ふわふわ、めっちゃ美味しい。え、中がふわふわ。気に入ったのね。あのうまでしょ。ほらふわふわでしょ。崩れちゃうの。ゆうきも気に入りましたよ。ちょっとね、雑貨屋さん来ました。お、なになんかでっかいの見てるね。あ、これパンパトじゃん。あ、そうなの。え、これもめっちゃ飛行機。何だろうね。こっちのは目指した。お、これはまた自販機だね。まだでもこの間のほら SS とか L 以上とかじゃないよ。これはこれ別にいいよ。いいの。何が出るか分かんないんだよ。いいよ。フォークリフト。うまいよ。うまいね。お、かわいい。あ、薬屋の独り言。そう、1巻も付いた。あったの。そうだね、この間買ったよね。2巻。お、2巻あった。OK、それ買うの。じゃじゃん。フォークリフト、かっこいいじゃん。それってするの。すごいよ。やったね。すごいね。嬉しいのはね、やっぱりこれをやるそうなんで。はい、2回ぐらいやるか。届く。あ、どうだ、何かわからない系かな。じゃあ後で見てみよう。あ、いっぱい入ってんだ。本当だ。どれだ。あ、ちょっと弾いた。ドスン。よし、じゃあこれ後で開けてみよう。待ってるか。ということで、シノはメザスタを1個買って、ガチャガチャ自販機のを2回やりました。ユウキはこれを買いました。フォークリフトね。また5チーの増えたね。増えたね。ここがお荷物。あ、ちゃんと。あ、ちゃんと、ね、ほら、荷物乗っかるよ。ほら、あ、すごいね。よし、じゃあシノ開けてみようか。こっちのね。緑色のギャランゴ、カリキリ、じゃあもう一箱。エースバーン、おいいの出たじゃん。やったね。ジュラルド、もう一個ジュラルド。かぶってるの。キテルグマ、レジスチリ、これスターじゃん。ドードリオ、あ、今回は結構いいの出たんじゃない。うん、はーい、上がった。ワンピースのねバッチね。ロー狙い。ロー狙い。まあロー出なかったらチョッパーとか。うん、キット？あ、キットだ。かっこいい。あ、いいじゃん。あ、これ原作の絵だね。うん。あ、いいね。かっこいいじゃん。かっこいい。やった。で、レイカはスリアの一人ごとね。そう、2巻。2巻買いました。はい。
えら可愛いね、お姫さんそうだね、この間ね、一巻買ったからね、その続きを買いました。オープニストでお仕事中です。最終オーバー、事故です、事故です。お手紙プレゼント紹介コーナー、イエーイ。今日紹介するお手紙はじゃーん、おお、なんか大きいね、大きいね、お、すごい、なんか発泡みたいなの入ってる、あ、すごい、あ、なんかお手紙入ってた。はじめまして、いつも楽しく見させていただき、いただいています。我が家は5人家族で、長女、長女いいな、うん、二女、長女、二女、次女だよあ、すいません、長男です。6歳、4歳、2歳、うん、あ、ゆうきと長男の2歳の子、ゆうき、ん、と同い年だ、あ、そうだね、うん、本当だ。長女がさあやちゃんの大ファンで、いつもさあやちゃんになりたい、大好きって話しています。ありがとうございます、同じ長女で年は違いますが、さあやちゃんみたいに優しくて可愛いお姉さんになりたいと言っております。ありがとうございます。これからも応援してます。今年は厳しい暑さが続きますが、お熱中、体の熱中じゃない、お熱中に気をつけてお体に気をつけてお過ごしください。よかったら食べてください。食べ物が入ってるのかな、何て書いてある、娘が選びました。幼稚園年長で手紙を書くことが好きなので、読みづらいかもですが、娘よりさやちゃん、れいかちゃん、しのちゃん宛てです。宛てです。自分で考えて何かプレゼント入れてました、入れてました。え、プレゼントだって、うん、今後も楽しみにしております。いつか会えたらと、てん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 、ハート、まあ、会えたらね、ぜひね、声かけてください。はい、最後まで読んでいただきありがとうございました。ハートバラ出てきた、お手紙、お手紙だ、お手紙だ、え、なんかめっちゃ合ってる、ね、14歳だ、これすごい、これちゃんと私が14歳だから、シーネが14歳そうなんだ、かわいいドーナツじゃん。ハリママキッズTV、 しのちゃん大好きだって、ありがとうございます。お、私も消しゴム入ってる、あ、マジじゃない、猫、コアじゃない、かわいい、かわいい、サーヤさんということでね、途中でなぜかね、マイクがおかしくなってしまって撮れてなかったので、はい、ちょっとね、みんなのね、このお手紙からまたね、ちょっと読みたいと思います。さあやさんが特に大好き、さあやさん大好きだよって書いてある。じゃーん、手紙ありがとう。おお、れいちゃんはそうだ、ナスだね。れいかさん大好きだよだって、やったー、ありがとうございます、ありがとうございます。あとね、開封してしまったんだけど、じゃーん、これもね、いただきました。中にはバウムクーヘン、バカ、めっちゃ美味しそうだよ ね、美味しそうだね、ユーハイ、お菓子ももらっちゃいました、ね、ありがとうございます、ありがとうございます。お手紙プレゼント、ありがとう。